皆さんこんにちは。今日もお城巡りにやってまいりました。今日巡るお城は鷺山城です。早速お城へ行ってみましょう。鷺山城はどのようなお城でしょうか。鷺山城は鷺山にあるお城です。岐阜県岐阜市にあります。山の標高は 67.5 メートル。あまり高くないですね。木曽三川の一つでも知られている長良川、そして鳥羽川の間に位置します。鷺山城はいつ築城されたのでしょうか。美の明細記によれば、佐竹秀吉が要害を構えたのが最初のようです。永正の終わり頃、1504年から1521年に時頼重が築城しています。またその後、斎藤道三が隠居の場としてこの城を利用しました。斎藤道三はこの館で息子の斎藤義達と戦を構える道を選びましたが、戦死しています。鷺山城、戦場になったことはあるのでしょうか。実はここに陣が張られたことがあります。戦いは船田合戦です。船田合戦は前半戦と後半戦に分かれており、後半戦は城立合戦といいます。鷺山城は城立合戦の際に斎藤利綱という武将が陣を設けた丘でした。船田合戦はどのような合戦だったのでしょうか。戦国時代前期に発生した美の死後時重頼と交際の間に生まれた九郎元頼を担ぐ石丸利光と、戦災の子で嫡男の時政房を支援する守護代斎藤明順との争いです。近隣の近江、越前、尾張も巻き込んでの騒乱となりました。時重頼は嫡男の政房より松五郎元頼を寵愛するようになり、後継者として成長していった時政房より元頼に後を継がせようとしました。この重頼の意向に権力奪回を図る斎藤利光と出世を目指す石丸利光が同調し、斎藤明順の排除を図るようになりました。明応3年1494年の12月、斎藤明順は郡上郡に大宝寺を創建、開道式に出席することになっていたのですが、斎藤利光は道中で斎藤明順の暗殺を図ります。しかし悪天候のため開道式は延期、そして暗殺は失敗します。居城の船田城で兵を集め、直接船田城の北にある加納城にいる斎藤明順を奇襲を試みますが、西尾直則の密告で斎藤明順に発覚してしまいます。結局斎藤利光は時重頼に仲介を頼んで斎藤明順と和睦するに至りました。しかしですね、斎藤明順は加納城の増強に努め、明応4年1495年の3月に両軍は開戦に至ります。その後、西方寺を拠点に斎藤利光の弟である石丸利元と斎藤明順の弟である斎藤利綱が激突。度重なる敗戦で船田城の斎藤利光は戦意を喪失し、船田城を焼き払い、時元頼と毘沙道ら500騎を連れて近江へ逃れることになります。時美濃守護の時重頼も、城立城に隠居して、時政房に家督と守護職を譲り、戦乱は一旦終結しました。美濃の黒人の多くが斎藤明順と時政房に味方したため、今城ラジで自信して果てました。余談ですが、斎藤道三の父である勘九郎が斎藤氏に仕官したのはおそらく船田合戦の少し前と言われています。そして斎藤家中で功績を上げ、出席の糸口としたのはおそらく船田合戦ではないかと考えられています。田事情の合戦についてです。船田合戦の後半戦にあたります。尾張は伊勢の神家と大和の神家の2つの織田家が将来を任じられており、分割統治をしていました。大和の神家の織田時貞藤博親子は石丸利光と姻戚関係にありました。2人は美濃へ向かおうとし、伊勢の神家の織田藤博と戦となります。利貞は6月に死去。広貞も5月に美濃で戦死するなど、両織田氏も美濃の争いに巻き込まれ、明王5年1496年3月23日の合戦で、両織田氏は双方ともに多数の戦死者を出したため、和睦、尾張の戦乱は終結しました。一方、近江にいた斎藤利光は再起を図り、幕府関連、細川政元に支援を頼み、六角高頼などの支持を得て、南近江で兵を集めて、美濃侵入を伺います。美濃守護代の斎藤明純は、急遽その股に斎藤利綱率いる軍を派遣し、大勢石丸軍は、斎藤軍を破って北上、時重頼がいる上田城に迫ります。重頼は初め門を閉ざして石丸軍を入れようとしなかったが、利光の使者からも元頼が一緒に従軍していること及び幕府の指示を取り付けたことを聞くと門を開き、石丸軍は上達城に入りました。この事態に斎藤明順、美濃守護の時の長さ、斎藤明順の婿の朝倉貞景と京極高清が動きます。斎藤軍は長良川を渡り、上達城を包囲、さらに尾張の織田藤博越前の桜軍が包囲網に加わります。六角高頼は上達城へ救援向かおうとしましたが、国境に遮る京極軍に敗れて504名を失います。斎藤利光は自分の切腹と引き換えに美濃守護の時重頼と毘沙道の除名を書いた降伏書状を包囲軍に送り、書状の返信を受け取ると斎藤利隆と共に切腹しました。毘沙道は13歳という幼少だったため罪を許され、後に出家日運と改名をします。時重頼は加納城に移り、上達城に火が放たれ、時元頼は観念して自殺。1年にわたる合戦は終結しました。以上が船田合戦です。この戦いの中で崎山に斎藤利綱が陣を敷きました。余談だが、美濃の内乱を平定した守護代の斎藤明順は隣国の六角氏の要請で近江へ向かいます。そして無敵を誇った斎藤軍はと一気に大敗し、斎藤一族は斎藤明順をはじめ主な重心を失います。美濃は時氏斎藤氏の重心である長井氏が発足し、混乱を引き起こす。そして斎藤家の加盟を継いだ斎藤養蚕の出現へとつながっていくのです。崎山城のその後についてです。崎山城は斎藤道三の擁立で美濃守護となった時頼重も改修して異常としています。その後斎藤道三の隠居城となり、斎藤道三の討ち死に後は廃城となりました。最後までご視聴ありがとうございます。今回のお城巡りいかがでしたでしょうか？ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。